Yeah.
皆の衆、分かっておるな。来たるべきは芦名存亡の戦、一心様、そして芦名。Let's go.
おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死のちぎりを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび破れるとも、命を賭し主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬよ。再び前に
この忍び。見事だ、巫女の忍びよ。惜しいな。主を変えるつもりはないか。ザレ言を。ザレ言だと。俺はこのアシナを守るためならば。力であれ従えてみせる。巴の勘を見せてやろう。
あなたが勝ったのですね。お主、争うつもりはありません、巫女の忍びを。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺の全てだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一心私は一心様に仕えるクスシです。何故助けを命じられたのだ？一心様は流飲の力を望んではおられません。故に九郎様をアシナより逃がそうとした。はい。井戸底への踏み、あれもお主か？その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に、あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。会に参上いたしました、我が主。うむ、よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は、流飲は人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとてきっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは、よどみを生む。不死のちぎりも、落ち水も、流害も皆そうだ。人としての生き方を歪めてしまう。私は、流飲の不死が生む、よどみの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか。
鉄の掟を破ることなどできぬ。父よ、鉄の掟を破ることなどできぬ。できませぬ。巫女様をお守りすること、それが我が父より課せられし掟なれば。そなたは私を救うため幾度死に、そして蘇ってくれた。二度か三度か、あるいは数え切れぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば幾度でも。そなたは不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。ギョイ。ありがとう、狼よ。不死立ちについてだが、根拠のない話ではないのだ。狼よ、これを。このアシナの城に残されていた古い記録だ。宣教の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が竜院を立つことができる。しかし宣教とは一体。うん、狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。狼よ、とあるお方がお